平野紫仕様、新たなる毛玉の冒険を語る。散髪後の変わらぬ愉快さ。キング、リンチェの元メンバーで現在、シングループンウンベル、ナンバーアイ、一員である平野仕様が自身のインスタグラムで髪を切った後の意外な習慣について明かしましたた。彼のユニークで楽しい一面が、ファンを驚かせています。今回の記事では、平野の新たな毛玉の冒険に焦点を当て、 その背後にある興味深いエピソードを探ります。平野の新たな毛玉の冒険10月16日、平野紫耀が自身のインスタグラムのストーリー図を更新し、髪を切ったことを報告しました。その後、彼は、髪をめに切ったら、絶対やることでしょう、との言葉とともに、自身の髪の毛を丸めた毛玉の写真を公開しました。これは彼にとっての恒例行事であり、 ファンにとっては予測不可能な一面を垣間見ることとなりました。意外な恒例行事の舞台裏毛玉に対する平野の愛着が芽生えたことを伝える次なる投稿では、現場連れてったショーをわらわら、と告白。これは生配信の舞台であり、驚くべきことに、平野は東京ドームのグラウンドに毛玉を持ち込み、その様子をファンに披露しました。 生配信では、毛玉を野球ボールのように投げたり、自分の頭の上に乗せる写真をアップするなど、ファンを笑顔にさせました。ファンとの交流を大切にする平野このユニークな行動には、平野志洋がファンとのコミュニケーションを大切にしている姿勢が滲み出ています。彼がファンを驚かせ、笑顔にさせることで、アーティストとしての魅力をより広く伝えています。 また、生配信の舞台裏では、緊張感がなかったとのコメントからも、彼の自然体な一面が浮き彫りになります。ファンの反応、毛玉の冒険に対するファンの反応は熱狂的でした。SNS 上では、平野仕様の毛玉、最高すぎる。こんなユニークな、アイデアさすがです。などのコメントが寄せられ、彼のファンたちは彼の新たな毛玉の冒険に興奮しています。 このようなファンとの交流がアーティストとしての成功につながっていることは言うまでもありません。飛べ事務所の一員としての活動平野は所属事務所である飛べの YouTube での生配信も積極的に行っています。これによりファンは平野の日常や仕事の裏側を垣間見ることができ、アーティストとしての魅力をより深く理解することができます。毛玉の冒険も その一環として楽しまれています。アーティストとしての多様性キング、リンチェからの卒業後シングループンウンベルナンバーアイ活動を通じて平野潮はそのアーティストとしての多様性を示しています。彼の音楽だけでなく、個性的なエピソードや独自のファッションセンスも注目されており、ファンを引き込む要因となっています。平野潮の新たな毛玉の冒険は、 彼のユニークで愉快な一面を垣間見る絶好の機会となりました。ファンとの交流を大切にし、アーティストとしての多様性を示す平野の姿勢は、彼の成功に大きく寄与しています。毛玉の冒険が生み出す笑顔は、ファンにとって特別な瞬間となり、これからも平野仕様の新たな驚きに期待が高まります。